はい、それでは、本日はこちらのヘルスイングダンベルの紹介をさせていただきます。で、まあ、このようにですね、ちょっと一見カラフルな普通のダンベルのように見えるんですけれども、実はこれ1本だけでですね、ダンベル1本なんですけれども、こう全身のトレーニングが効率よくできますし、リラクゼーションの方までできてしまうような、そういったマルチに使える1本となっております。はい、ちょっとぜひこちら紹介させていただきますので、お聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。では、今回ちょっと4つにポイントを絞ってご紹介させていただきたいと思います。はい、ではまずそんな中1個目なんですけれども、最大の特徴になるんですけれども、ちょっとこのように普通のダンベルなんですけれども、こう可変します。ちょっとこう重りが外にこう出てくるんですけれども、これによって、かなりですね、独特なオリジナリティのあるトレーニングができるようになっておりますので、まずはそちらご紹介させていただきます。はい、ではこのようにこう重りが外に出るんですね。そして、このようにこう回ります。それによって、実はこれ持ってるだけで結構筋肉を使うんですね。これだけでトレーニングになります。というのも、まあ当然こう重りが外へ外へ遠心力で出ていこうとしますので、それをこう自然とですね、耐えようとします、腕の方は。それによって力を使いますので、イコール、まあ、トレーニングになるというふうなことになっております。で、こう曲げて使ってもいいですし、ちょっとこう伸ばして使ってもいいですし、ちょっと下半身の方も効かせたいなということでしたら、少しこうランジの姿勢をとっていただいて使っていただく、こういったような使い方、いろいろ持ち方ですね。これでいろいろな部分に効かせることができます。あとはこう回転の方向ですね。こう内側に回す、今度は外側に回す、これだけでも同じ姿勢でも別の部位に効いてくるようにもなりますので、まあ、本当にちょっとながら時間といいますか、テレビ見ながらでもいいですし、ちょっと空いた時間にもできますし、まあ、サーキットトレーニングのようにいろんな部位をギューッとですね、短い時間でいろんなところをやりながら攻めていただくということもできるんじゃないかなと思います。こちらがまあ一番大きな特徴の一つですね。かなりオリジナリティがあります。じゃあ続きまして、こちらをこのように普通のダンベルの形ですね、戻していただきます。で、先ほどのようにこちら、まあ、回転はしますので、これによって、できるトレーニングというのが、いわゆる腹筋ローラーですね。こう地面につけていただいて、こうぐっと前に出して、戻す。はい。これでですね、かなりお腹の方ですね、体幹の方もトレーニングをすることができます。で、このようにこう両輪といいますか、2つ、2個の、車輪で動きますので、結構安定します。なので、まあ、トレーニングもですね、意外と安心してできますので、そちらもメリットなんじゃないかなと思います。こちらが2つ目ですね。では続きまして3つ目。まあ、当然、ダンベルですから、これ普通のダンベルとしても使っていただけます。こちらのタイプが、黒のベースの方が 2.5 キロ。で、先ほどのこちら、もう1個、白ベースの方が 1.5 キロですので、まあ、かなり軽いダンベルなんですけれども、こちらですね。まあ、いわゆる、まあ、ダンベル体操のようなものですとか、そういった初心者の方でも使いやすくなっております。で、そこでこのこういう滑り止めがついておりますし、ちょっとこの持ち手のところが少しカーブしてますので、非常に持ちやすいんですね。はい、グーッと握らなくてもトレーニングができますので、これも一つ大きなメリットなんじゃないかなと思います。で、この柄のところも長いので、片手だけじゃなくこう両手で持っていただいても非常にやりやすいですね。こういったところからもですね、まあ、ダンベルとしても初心者の方でも扱いやすいようなものとなっております。では、最後ですね、こちらがですね、まあ、トレーニングだけではなくですね、ちょっとトレーニング前後の、まあ、リラクゼーションのようなものにも使っていただけます。というのも、こちら回りますので、それによって例えば足ですとか、こういったまあ肩の方ですとか、ちょっとこうすることによって結構いい感じに、マッサージ効果といいますか、リラクゼーションの方もできてまいります。で、ちょっとまあ取ってつけたような効果のように見えるんですけれども、実はこれが意外とこのダンベル自体の重さがあるので、こう何て言うんですかね、こう本当に置いて転がすだけでいい感じの圧がかかって効いてきます。はい、こういったところもですね、非常にいい特徴の一つなんじゃないかなと思います。はい、まあ非常に今ちょっと簡単に駆け足なんですけれども、特徴4つご紹介させていただきました。まあ、このようにですね、まあ、ダンベルというよりも本当にマルチトレーニングのアイテムといいますか、はい、そういったような形のですね、このヘルスイングダンベル、ぜひ一本ご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。